チャールズ・ロバート・レッドフォード・ジュニアはカリフォルニア州サンタモニカ出身のアメリカ合衆国の俳優、映画監督、映画プロデューサー。サンダンス・インスティチュート主催、左利き。1970年代にハリウッドクシシの美男俳優として数多くの映画に出演。1980年、自身が監督した映画、普通の人々でアカデミー監督賞を受賞。 作品もアカデミー作品賞を受賞し、ハリウッドで初めて演技と制作の双方で地位を確立した映画人と言われた。リベラル派で支持政党は民主党。カリフォルニア州サンタモニカ出身。父親の仕事の都合でバンナイズに移る。バンナイズ高校に入学。クラスメートにメジャーリーグ投手のドン・ドライスデールがいた。高校を卒業後、 野球の特待生としてコロラド大学に進学。投手として活躍するも未成年での飲酒が発覚し、特待生の資格を失ったことを機に中退。その後画家の道を志し、ヨーロッパに渡り放浪生活を送るも挫折し、アメリカに戻る。ユタ州に移住して、アメリカ演劇アカデミーで舞台美術を学ぶが途中から俳優に転校し1959年に、 ブロードウェイでデビューした。テレビドラマや舞台で小さな役を経験し1962年には初の映画出演を果たすも大きな役に恵まれず長年に及ぶ下積み生活を余儀なくされた。1969年アメリカニューシネマの傑作明日に向かって打てに出演。ポール・ニューマンとの共演で話題を呼んだ本作は工業的に大成功を収め。 レッドフォード自身も知的で信頼性があり、時に冷淡な雰囲気を醸し出す俳優として、一躍スターダムに登り詰めた。1970年代に入ると、ハリウッドクシシの美男俳優として、数多くの作品に出演するようになり、1973年には、ニューマンと再びタッグを組んだ映画、スティングで主役の詐欺師を演じた。本作での軽妙な演技は、高い評価を獲得し、 第48回アカデミー賞では主演団優勝にノミネートされた上に作品自体は作品賞を受賞。その他にも男女の悲しき恋愛を描いた映画強くではバーバラストライサンド演じる理想主義な女性と恋に落ちる男をウォーターゲート事件を描いた政治サスペンス映画大統領の陰謀ではダスティン・ホフマン演じる新米記者と共に事件の究明を目指す。 先輩記者を熱演し、高い評価と人気をさらに獲得していった。1980年には監督業にも進出。初監督作品、普通の人々で処女作にもかかわらず、アカデミー監督賞を受賞。ハリウッドで初めて演技と制作の双方で成功を収めた映画人の地位を確立した。翌1981年。 ユタ州のパークシティに若手映画人の育成を目的としてサンダンスインスティチュートを設立。優秀なインディペンデント映画とその制作者を世に送り出すためにサンダンス映画祭を開催。現在は出演、監督、制作の面から映画に携わっている。2013年第66回カンヌ国際映画祭のコンペティション外で上映された。 オール・イズ・ロスと最後の手紙における演技が、批評家と観客の双方から絶賛された。同年、サンタ・バーバラ映画祭において、アメリカン・リビエラ賞を受賞した。2016年、大統領自由勲章を受賞。2018年8月6日、俳優を引退すると表明したと報じられた。リベラル派として知られ、環境問題、ネイティブアメリカンや LGBT の権利。 芸術活動などに取り組んでいる。議会に働きかけるアドボカシー団体も支援した。同じリベラル派のポール・ニューマンとは政治的スタンスも一致していた。1959年に結婚し4人の子供を儲けるが1985年に離婚。1990年代から同棲していた女性と2009年に再婚した。日本語吹き替えは野沢なち。 広川太一郎が主に勤めている。ありがとうございます。